こんにちは、ぴよきしゃろうです。今回は千葉県内の路上で女子高生に性的暴行を加えた浅田太一容疑者が逮捕されたことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は2020年の10月7日、千葉県内の路上で女子高生に乱暴したとして、強制性交の疑いで会社員の浅田太一容疑者37歳を逮捕したと、現場周辺では同様の被害が確認されており、千葉県警は別の事件にも関与しているとみて調べているということです。逮捕容疑は2018年7月24日午後9時25分頃に、千葉県内の路上で自転車に乗って帰宅していた当時17歳で高校生の女性の腕をつかんで引きずり下ろし、首を絞めて人のいない場所に連れ込み投げ倒した上で頭や腹などを殴打し、さらに性的暴行を加えた疑いが持たれているということで、現場周辺で女性を物色する様子を見せるなど不審な動きをしていた浅田容疑者を確認し、逃げた男の特徴と一致したことなどから容疑者として特定したと、女性とは面識がなかったと言い間違いありませんと容疑を認めているということです。でですね、客観的な意見としては、こんなやつでも10年と入らないで出られるのがおかしい、一生刑務所から出さないで、どっちも犯罪だけど未成年の変更と放射性的暴行は全く次元が異なると個人的に思うといった意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては、こんな気違いは死刑ですね。はい。自分より、弱い人間というか、特に異性の女の人を、力ずくでレイプするっていうことは、人としてないと。なんだろうね。残念な気持ちと、本当に、この女子高生が、どんだけ傷ついてんだよっていう、その傷ついた分を相手に分からせられないのがすげえ悔しいですよね。やられた本人から。っていうか、もう二度と顔を見たくないだろうし。なんで、個人的な感想としては、もう更生の余地ないんで、死刑で お願いします。はい。ということで、今回は千葉県内の路上で女子高生に性的暴行を加えた浅田太一容疑者が逮捕されたことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。